冷麺って知ってる？冷麺ってお豆かなんかのでできてる麺らしいよ。食べてみて。これに酢をいっぱいやるのが大好きなんだけど。どうぞ。なんか食べやすそうな。美味しい。でも要は1年間のうちで冬になったら白麺になる。あ、思ったより星はあった。ちゃんとマグリートはでもずっと色やから酢入れてみて。出身どこだ。東京です。ここら辺で。ずっと東京なんですけど、ズバッと栃木の方に麺のところに。どうぞ。むせないようにね。どうぞ。スルッと。どうですか？美味しい。美味しい。よかった。締めの一杯。実は締めのラーメンがまだあるんです。大辛って書いてあるの気づかなかったな。美味しいかな。これは、うん、頑張ります。私が試しに食べてみます。じゃあ一緒に食べましょう。絶叫マシンぐらいに叫ぶか。あ、いや大丈夫だな。さっぱりしてる。うん、おいしい。これぐらいがちょうどいいな。おいしいって言われたら食べたくなるよね。お、挑戦してみて。どうぞ。左手。どうぞ。辛い。辛い。では私が代わりに一緒にいただきましょう。あ、これがちょうどいいね。どれ？これ？本当食べれなかったじゃない？この辛さがいい。ママさんまで。ちびっこ女子さんはここの方が冷麺の方が美味しいんじゃない？食べやすい。この3つのうちどれが好き？あ、うん、どれが好き？3、2、1。はい、締めるな。どれですか？冷麺。酸っぱくしたのと普通のどっちが好きでした？酸っぱくしたの。美味しいよね。僕もむせるぐらい入れるのが好きでした。どうぞ。そんなに酢が好きならすごく飲むね。チャーハンにもかけるよね。じゃあね、一緒に食べましょう。学校と家の間で学校があったんで、キムチも絡めて。じゃあいただきましょう。